タクミは俺のダメ出しは数々覚えてるはずなんだよ。彼が向かおうとしてるところをことごとく遮ったから、あそこにあるあの水中堤防のあの下流50メーターぐらいのところに倒木が沈んでんですよ。みんな知らないんですけど、僕は知ってますけど。お前な、そんな釣りしててもね、絶対上手になれないからよせな、たくみと。その釣れるっつってた倒木の位置を見てみろと。水中堤防に当たった水からのね、避けて空の反転流がそこに差し込んだところにちょうど全部がリンクした時にこのエリアは爆発するっていう風な考え方で見てほしいなっていう。でね、大きいダメ出しゲームはね、匠があんだけ育ったから別にもう時効だと思うんだけど、言ってもいいと思うんだけど、